あともう一個実は話したいことがあったんですよ、うん、そのプリアンプ以外のことで、うん、ベースってエフェクター何につないでます？エフェクターと言いますか、そこ、ね、他に何指してます？足元、いやこれがまた難しくてさ、最初の頃はいろいろやってたんだけど、まあ、まず代表的に上がってくるのはコンプじゃん。コンプ使うの使わないのっていうところからまず入って、はい、いやまあちょっと いろいろ紆余曲折はあるんだけどね、はい、あって、まあ、今俺卓録が中心でさ、はい、卓録が中心で、あのもう Zoom の B3N っていうマルチエフェクター1個で、はい、もうベースのサウンドの要はそこで全部作っちゃってて、でそこもあのサンズのシミュレーターと、であとアンペグのシミュレーター、はい、使って、もうサンズとアンペグの歪みをちょっとブレンドして、はい、もうそれだけでかなりいい感じになるんで、もう十分じゃねっていうところで、今卓録では若干コンプかけてる、若干コンプかけてる、はい、やっぱコンプかけてこうちょっと倍音を持ち上げるイメージ。あーなるほど、そうそう、だからなんかちょっと下手さをごまかすとかじゃなくて、ちょっとギャリーンって音が伸びてくれる、はい、っていうのが狙いで、ちょっとコンプをかけてる、だから音作りの一環としてのコンプの使い方をしてる、はい、なるほど。けどでも多分バンドで普通にやるならもう使わない、コンプとか何もね、何も刺さない。あ、本当ですか。でなんならもうアンプヘッド1個買ってそれだけでやるかなくらいの気持ちではいる、はいはい、なるほど。うん、なるべく何も使わない方がいいかな。それもねちょっと1回ね実験したのよ昔、はい、サポートの現場で、はい、こうプロのギタリストの人とかこうサポートのドラマの先輩とかといろいろ話してて、はい、やっぱ1個つなぐごとに1個痩せてくんだよね。あー、あれですよね、あのベースの重心が浮いちゃって、そうあのね、やっぱベースって超低域から超高域まで出すじゃん。出すんですよ、結局やん。で、これはね、ギターとはちょっと違うんだよ、はい、ギターって結構もうそんなレンジ広くないから、はい、多少の音痩せだったらそんな気にならない、はい、でも、ベースは超低域がね、エフェクター1個つなぐことにゴッて削るゴッて削れて、ゴッて削れて、1個つなぐことにゴッて削れて、あ、これは繋がん方がええなってなるんだよね。そうなんですね、びっくりしちゃった。だからっていうのもあって、そのベースの本来の持つ超低域とか超高域っていうのをちゃんと活かしきるんであれば、はい、もうなるべく多くは繋がない方がいい、はい、っていう結果になって、俺はもう何も繋がずにいければ最高、最高っていう感じではいい。どう、チュール的には。自分はですね、うん、まあ、結構ライブ最近はこうライブを中心にやるっていうスタイルでバンドが動いてるんですけれども、ライブを作り上げるってなった時にいろんな人にお世話になってくると思うんですけど、その中に PA さんがいるわけじゃないですか。で自分はそこそこその自分の指弾きの音粒の揃え方とかスラップの音の粒の揃え方とかには、うん、それなりの自信は持って演奏してるんですけど、それでもやっぱりそのボルテージが上がると万が一のことがやっぱあって、うんうんうん、強く弾きすぎちゃう、あかもしれない。なるほどなるほど。めったにやったことはないんですけど、うん、そういうことがあるかもしれないということで、そういうところでピーク出して PA さんの方に顔でっていう顔をちょっとさせたくはないなっていうところもありまして、はいはい、本当に薄くかけてます。あーコンプをね、はい、あもう頼むから上がらんといてくれっていう。あ、本当は欲を言えばあんまり使いたくはない派なんですよ、うん、コンプレッサーは、うん、あんまりこう自分のベースのそのニュアンスとかダイナミクス、うん、コントロールを本当はできるのに、これを使ってしまうがためにそれがおろそかになって聞こえてしまうみたいなっていうのはあまりやっぱり自分も好かんなっていう部分はあるんで、あんまり見たくはないんですけれども、だから、まあ、本当に薄くかける、まあ全体を考えて、ね、ちょっとピーク押さえる
意味も込めて、うん、逆にコンプレッサーベースのコンプレッサーっていうと何が思い浮かびますか。俺が実際に使ってたのはアギュラーと、はい、青いやつ、あそう青いやつ、青いやつ TLC コンプ、はい、ってやつと、あとまあもらい物だったけど、あれですよ、MBS だっけ、はい、MBS、はい、マルコン、マルコン、いわゆるマルコンですね、はい、マルチバンドコンプレッサーは使ってたかな、はい、まあ、マルコンはなんかあれ面白いよね、面白い、チューブモードが音、はい、なんか音作りに使えそうな感じで。マルコンって、うん、自分はあれ初心者か、うん、もしくはクロート向けだと思ってる。なるほど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 。っていうのはあのまずベーシストがコンプ買いたい、じゃあどれ揃えばいい、それはもうマルコン使っとけばいいよってなるよね、なんか言うよね、うんうんうん、でそこに対する意見、僕の意見としては、うん、確かにそうだって、うん、確かに刺せばコンプだこれ、うんうん、でしかもやっぱ MBS のまあいい点悪い、うんうんうん、悪い点っていうかその良くも悪くもなんですけど、うん、MBS の音がするんですよ、うん、あの音がするっていうところが、そうだね、だから特徴的なんですよ、なんかもうさっき言ったようにこうサンズみたいな感じでね、そうです、だからよくさ、よく MBS のマルコンとマルチコンプレッサーとこうサンズの組み合わせ、はい、でアンペグみたいな、はい、結構王道な組み合わせとして言われてるよね、もうやっぱもう癖だからね、ドンドンドン、いや癖の参上だよ完全に完全にね、乗じて乗じていってみたいな、もうだからこれが結構長い間ねもう好まれてきたサウンドというか、はい、もうめちゃめちゃ個性あるね、ベーシストとしてバーンって前に出すならこういう音じゃろうみたいな感じでよく言われてた音なんだよね、はい、あれがね、そう言われてますね、そう、もう癖の強いコンプなんですよね、そうなんですよ、あれは、うん、だからもう刺せばあの音が出る、うん、刺せばコンプが、ね、うん、使える、うん、逆になんですけど、あれマルチバンドコンプレッサーじゃないですか、うんうん、ちゃんと扱っている人だったら多分分かることなんですけど、うんうん、初心者だと意外と気づきにくい点があって、うん、どこがマルチバンドなの、確かに確かに確かにね、で多分初心者が一番最初にとっつきやすいからといって買ったはいいものの、うんうん、確かにコンプとしては使えるものの、うんうん、マルチバンドコンプじゃなくないみたいな話、多分そうだね、マルチバンドのモードを使ってる人はあんまりないかもね、ないですよ、普通のモードか、まあ、チューブモード、チューブモード、俺もチューブモードチューブモードばっかだったね、うん、じゃあマルチバンドっていうからにはそれぞれの周波数帯域のコンプかけられるんでしょ、うんうん、っていう話になってくるじゃないですか、うんうん、じゃあどこでかけてんの、うん、調整してるの、うん、っていう話になってくるじゃないですか、うん、そうね、で、多分初心者はまあ多分そこでえっていう風になると思うんですけど、うん、ちゃんと扱えている人であれば、うん、ちゃんと仕組みが分かっているとは思うんですよね、うん、あれ裏ひっぺがすとそうね、あるんですよね、うん、実はトリマーがあってちゃんと、はい、そこでどっちをそうです、ね、やりますか、めちゃくちゃどれくらいかけますかってすげえ細かく書いてある、いじれるんだ、はい、うん、実はハイトローのスレッショルドが実はパカッて裏を開けると、うん、ちゃんと2つありまして、そこでチュチュっていじってあげると、うん、それぞれの周波数帯域でのコンプレッションが調整できるんです、そうそう、できるって、ね、で、しかもあれをやることによって、うん、より音にツヤを出すことが可能になってくる、うんうん、それが正直マルチバンドコンプの、うん、まあ、入りやすい点、なおかついろんなところでこういじくれるというか、うん、遊べる点ね、ではあるなというふうには思いました。こうパッと見のパラメータの少なさよりもやれること幅広いもんね。そう、実は、うん、実はなんだこのギミックみたいな、そうそうそう、3つのモードあってさ、でさらにマルチバンドモードですげえいろいろいじれるしさ、結構幅が広いよね。そうです、あれ1個でマルチバンドなくね、パカ実はここやみたいな感じ、そうそうそう、確かにそんなバカなみたいなね、全然あるけど、そうなのかな、なんか逆に俺 TLC コンプレッサー、そのアギュラーのコンプ使ってる時は、はい、まあ癖のないザ・コンプっていうザ・コンプって感じで、
だからそれはすげえ薄めにかけたかも逆に。はい。まあなんか黙っててもこうねかかってる感じになるから、あんまアギュラーの音って感じでもなかったけど、うん、全然なんか普通に使いやすい、普通に整えてくれるっていう感じのコンプだったから、まあまあまあ重宝してたけど、まあでもあんま音の変化感じれないから面白くはなかったかも。ああ、なるほど。なんかかかってるんだかかかってねえんだか、テンション上がるとよくわかんないんだよ。はあ、わかんなくなっちゃうんで、明らかな変化っていうよりはちょっと原音に忠実な感じの変化だから、はい、あれこそもっとクロート向けなのかな、もっと知ってる人が使うとより良さわかるのかな。はい。エフェクター、コンプ、まあ、コンプの話になっちゃったね。そうっすね。わりかしね、だってそれ以外は飛び道具だもんね。飛び道具ですね。コーラスだったり、フランジャーだったり、なんだろう、ワウー。まあ、ディストーション。まあ、あんま常時かけるものはないよね、ね基本ね。つい最近は、あの、バンドで、シムっていうバンドがあるんですけど、あれに憧れている大学生の軽音楽のサークル部員たちは、もう全員こぞってなんか変な指輪つけ、ワンオンワンオンやってるやってるやってる、あれもうあれ見てて、それはベースなんですかみたいな風にはなっちゃうんですね。あれはあれもそう、結構前からあるエフェクターなんだけどね。そうそう、まあフィルター系でね、こう指のこの弦との距離で、ね、はい、ずっと音変わるってやつでしょ。あれは面白いよね。これはベースかいや、思ってましたね。確かに自分の中では衝撃でしょ。まあもう本当魔の飛び道具だよね。魔の飛び道具ですね、本当に。分かるそんなことある。まあでもそのくらいでしょ。やってそれぐらいですよ ね。だからベースのマルチってさ、言うてそんななんか需要が少ないっていうかね。はいはい。マルチエフェクターを作ってもさ、そんな いっぱいの種類っていうか音色って実はそんなに使わないじゃん。ないですね。だからよりさ、アンプシミュレーターとかプリアンプシミュレーターがいい音してくれりゃいいのになくらいの。はいはい、そうです。結局だから自分も結局エフェクターつないでるの、常時つないでるのはプリアンプとコンプレッサーと、あとまあ一応グライコ、グラフィックイコライザーをつないでるかなっていう感じで、でもグラフィックイコライザー使うっつってもうブースターにしかなってないですね。ああなるほどね。スラップの時に踏んでちょっとツヤ出すために使ってるぐらいの感じで。なるほど。まあそうだよね。あまりこう指引きで墨分けするためにはない。なるほど。そうだね。まあ確かに指引きとピック引きをライブ中に併用する人だったらそういう風にかんね、はい、やるってのは分かる。やっぱピックの方が音量出やすいからね。出やすいですね。うん。そこで音量調整のために EQ かけるとか、ね、EQ とかでちょっと下げるとかっていうのは分かる。はい。まあでもそのくらいだよね。ベースやっぱさ、なんかクリーンの音がかっこいいっていうのがベースのさ、はい、美味しいとこじゃん。美味しいとこ大事です。ギターってやっぱこう歪ましてなんぼなとこもあるじゃん、ジャンルによっては。やっぱ歪ました音がかっこいいって、アンプの歪みがいいんだどうだって話になってくるけどさ、はい、ベースはやっぱクリーンの音がね、はい、もうプレベル、ジャズベ、ジャズベいいねみたいな、かっこいいねってなるのがさ、はい、魅力だから、そこをいかに生かすかっていうところでさ、そこの原音の美味しさが損なわれてしまうようなものっていうのはやっぱ格にはならないっていうか、ならない、ギターでこそ空間系つなぐこととかは全然あるとは思うんですけど、ベースってライブハウスとかでやるってなった時になんか空間系常時挟むってことはないとは思うんですよ。音抜け悪くなっちゃうんだよね、結局ね。結局だからベースってやっぱニュアンス勝負の、はい、楽器だから、そのニュアンスが損なわれちゃうような音作りとか、ね、エフェクトっていうのは割と使いづらい、汎用性の低いものとして位置づけられちゃうから。そうですね。まあね、まあだから意外と流行んない、流行りにくい理由はそこにあるんだろうなっていう気はするよね。あまり使ってる人も見たことない。そうだね。だからやっぱ本体の音を良くしようっていうのでさ、まあベースってこう意外とハイエンドが多いじゃん。多いですね。でも本体の
出、ね、出音で個性出そうみたいなね、うん、っていうところにすごい走っとるから、いろんなハイエンドメーカーができてさ、もうこぞって個性出していこうみたいな、本体だけでどんだけ個性が出せるかみたいなところで勝負しててね、もう70万とか80万ザラだしね、ギターで70万80万ってちょっと飛び抜けてるからね。そうですね、うん、もう40万でも高えなってなるから、ギターやべえだろそれみたいな、そんなギター見たことねえよっていうレベルなのに、もうそれが80万とかってベース普通にあるじゃん。そんな別にボディも2倍大きいわけじゃないじゃん。そういうわけだよ。そんな飛び道具でやったそう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 ないですよ。ないんだけどね。いやだからね、ベースはそういう意味でもう奥深いよね。本体選びがすげえ重要なのは、まあ、そういう意味では分かる。あります、うん、だから独特な音出してんだったら、やっぱ独特なメーカーの独特なサウンドを求めるっていうのも分かる、うん、やっぱギターって意外とさ、やっぱシングルコイルかハムバッカーかみたいな、はい、とこしかないじゃん、そんなにサウンドバリエーションとして、はい、でもさ、ベースってさ、もう思いつく限りさ、はい、ジャズベー、プレーベー、でこうミュージックマン、スティングレータイプとかもあるし、はい、でさらにアクティブの音とか、はい、でもアクティブベースって言ったらこうワービックとかスペクター系のサウンドだったりとかさ、まあ、もっと上げればもっとあるだろうけどさ、キリがないだろうけど、もう幅広いんだよね、本体から出るタイプのこう音の種類が、はい、ギターよりもさらに、うん、だからギターだったら確かにジャズマスとかさ、こうジャガーとかでテレキャスとか全部ムスタング音は違うんだけど、でも結局シングルコイル寄りの音って話になるんだけどさ、でもベースはまたちょっと違うわけじゃん、はい、ハムバッカーでもスティングレータイプなのか、ね、こうプレベタイプなのかでも違うし、同じアクティブの中でもこうジャズベタイプのアクティブとスティングレーでまた音も違うし、はい、よりアクティブアクティブしてる感じの音と、ちょっとジャズベのニュアンスは残してるけどさらにアクティブでパーマしたよっていうタイプとかもあったりとかっていうさ、はい、めちゃめちゃ広いんだよね。あれですよね、確か今日じゃない、昨日ツイッターかなんかで、うん、DTM のプラグインでなんかベース音源の何かが少しモードベースね、そうですね、セールスしてると、そうそうそう、1万2000回だったんだよね、あれ すげえ大人気のベース音源ですけど、あの中にも入っててびっくりしたのは、うん、結構本当にもうメーカーごとにこのベース、このベース、このベース、このベースの音とかいっぱい入ってるんですよ、だから本当に本体ごとのこの音がこの本体でっていうのが如実に出てるんだなっていうのは正直あれ見て思いました。確かに確かに、だってもう項目の中にスティングレイベースって、うん、あスティングレイベースあるんだ、でも普通にもうジャズベプレベーかと思ってたらスティングレイってあって、多分リッケンバッカーとかね、リッケンバッカーサンダーベースって、うんうんうん、おおおおおみたいな、全部全然音違うもんね、全然違いますからね、本当に本当本当すごいんだよな、リッケンバッカー、リッケンバッカーの音違う、本当にベースは本当幅広い、この幅広さと奥深さとね、まあ、これが マニアックな人たちを呼び寄せるんだろうね、奥が深いよ正直、いろいろとそう、いろいろといろんなベースを見て回ったりはしたんですけれども、うんうん、なんかこうこれ一本でほんまのほんまにオールラウンダーって言ってるベースはあんま見たことない、ね、確かに、うん、まあ、ジャズベがその位置づけではあるけど、あるけれども、でもジャズベがその位置づけであるにもかかわらず、ジャズベからさらにもうメーカーで分岐しちゃってるじゃないですか。確かに確かに確かに、フェンダーの音はフェンダーの音ですよって言ってるところもあれば、いやうちは ESP の音ですからって言ってるところもあれば、とそういうの風に分かれてるんで、もちろんギターもあるとは思うんですけれども、ベースは特にそれ顕著だな、顕著だと思う、うんうんうん、思いました、わかるわかる、どんなに頑張ってももう EMG ピックアップはもう EMG ピックアップの音しか出ない、出ない、間違いない、そりゃそりゃマービックはそういう音になります、確かに確かに確かに、なってくるね、なってくるね、本体の個性が、ね、色濃く出るっていうのはやっぱギターよりもベースの方が強いんじゃないかなとは思うね、確かにね、いやーベ
明日の次がラッキーだよ。本当ですよ。